はい、というわけでやってまいりました。今日はねちょっと車の点検に来てて、またこちらの本田さんのね中古車ということで、これホンダフィット3ね、79万8千円か、 1.3リッターハイブリッドじゃないやつね。ちなみに1万7千キロ走ってるんやな。169万8000円ね、 1.5 リッターハイブリッド F。 あ、これ走行距離8000キロしか走ってないやな。あれかな、試乗車かなめっちゃ程度よ。鉄筋ホイールになるんやな。 N ワゴンのちょっとこれは古いんかな、でもないか。 2.9 万キロ115万8000円、カスタム SS パッケージ、この青色がいいね。こんなん、こちらは N ワゴンの、こちらは N ワゴンの G パッケージ、89万8000円ね。まあ結構これもシンプルでいいよね。まあこの2台ともね、ちょっともう前のモデルになるんですが、それでもいいよという方は、まあ100万前後で買えると。まあでも新しい方がいいよね。新しい方も結構コスパがいいからね。これは N ボックス。L パッケージ、あ、これ車椅子仕様か、109万8000円。車椅子仕様ってね結構狙いどころですよね。確かね、後ろここからスロープに出てくるはずです。スロープね、 N ボックス、これプラスっていうね、こういうエンブレムになるんか。これいいんちゃう、これ結構希少車、110万で買えちゃう。で、こちらオデッセイか、オデッセイ 2.4 アブソリュート、20周年アニバーサリー PKG ってなんやろ229万8000円、 1.2 キロですね、走行距離。うん、まあこれ新車で買うと300万超え、350ぐらいいったんかな、ちょっと忘れたけど、結構いい値段するはずのオデッセイが229万と。これはハイブリッドじゃないやつかな。かっこええな。このね、なんかちょっと茶色っぽいね、なんか、メタリックなんですよね。あー、かっこいいかっこいい。でも229万か、まあ、2.4 リッターでね、燃費も悪そうやからなどうかな。これライフ、あ、まだ売ってるんですね、45万。これかなり古いんじゃないですか。平成21年式か、9年10年前、10年落ちね、約で 4.9 万キロと。うん、まあそれでも45万値段がつくんですね。やっぱ軽ってすごいな。これ後ろどんなんやったかな。うわー、後ろこんなんか。ライフ、パステル、パステルって書いてます。結構個性的なんやな。このガラスが結構この辺までね、いっちゃってるすごいガラスが大きく見えます。室内も結構おしゃれよ。これクラリティね、これこそね、空力マックスといった感じの車ですよね。これすごない、ここ昔のシトロエン的な感じで。で、このホイールがね、ほらこれ二重なんですよ。普通のアルミホイールの上に、このなんかこれプラスチックかなの、ホイールキャップがねついてるんですね。これが空力に関係してくると。で、こっから風がねピューッと流れてね、エアカーテンができるという感じですよね。こっからプラグを挿すんかい。あ、違う、329万8000円。これ走ってんの見たことないな、さすがに。 1.3 万キロ走ってますね。車検が令和3年の7月18日まであります。排気量 1.5 っていうことは、これ完全にあれか、水素じゃないやつやな。 PHEV やから水素じゃないやつでした。 N ボックスカスタム、これ前のやつか。まあ、これも結構人気がありましたよね。だいぶちょっとね、日焼けしちゃってますね。一瞬ハリアーかと思いきや
これ CRV やんな。昔の CRV。フリードプラスか。これ後ろがね、フリードプラスは棚になっていいんですよね。確か5人乗り。マイナーチェンジ前のやつね。おお、これフィットアリア。珍しいわ。1.5W。358,000か。意外といいんちゃう？これ。おお、すごい。走行距離4000キロしか走ってない。1.5 リッター。アリア。いいね。これセダンやったな、確か。ほら、セダン。ね？これ走ってんのあんま見たことないよな。中はこんな感じ。お、結構木目のインパネが高級感醸し出しとる。998,000円。1.5 ハイブリッドエルパケか。4.6 万キロね。で、こっち10万安いのが、F パッケージ。3.6 万キロ。で、85万と。これはハイブリッドじゃないやつやな。あ、ハイブリッドか。あ、違うわ。これハイブリッドじゃないわ。ここがハイブリッドっぽいけど、気のせいかな。やっぱこうやって見るとね、マイナーチェンジ後の方が圧倒的にかっこいいな。169万8000円。はい、というわけでね、ホンダの中古車事情2020年の7月というわけでした。じゃあね、バーイ。